小野孝之さん。日本共産党の小野孝之です。通告に基づきまして質問します。はじめに、訓田地区における地域公共交通について質問します。訓田地区の地域公共交通については、訓田地区の東側を運行している200円タクシーの運行エリアが今年4月から拡大し、上司、小寺、中村地区からも利用できるようになりました。これについては評価をさせていただきます。一方で、丹後海陸交通株式会社よりコミュニティバス、江田線路線としての対線を今年9月末をもって廃止することが発表されました。廃止により、訓田地区西側から宮津への公共交通がなくなるとともに、訓田地区東側から交通結節点である致死バス停経由で宮津までの公共交通がなくなることになります。また、従来から訓田駅の跨線橋が利用しづらいとの声を聞く中で、コミュニティバス、江田線路線廃止に伴う代替交通の確保と地域公共交通の拡充について、人が自由に移動する権利としての交通権確保の観点から質問します。はじめに、代線廃止に伴う代替の地域公共交通として、現行の200円タクシーをベースに、交通結節点である致死と宮津間を有償運送で送迎する方向で、運賃や運行内容など具体の内容について、現在、市の企画課と訓田有償運送運営協議会とで協議がされています。ついては、運賃、運転手の報酬等現時点での協議内容についてお伺いします。同意企画財政部長。訓田地区で今検討されています有償運送の協議会についてでございます。唯一の、本市の唯一の江田線であります大線につきましては、運行事業者である丹後海陸交通株式会社の運転士不足によりまして、今月1日より減便、10月より、廃止の予定となっているところであります。この対応につきまして、訓田地区自治連合会の役員の皆さん等々、ご理解とご尽力によりまして、訓田地区と、宮津市街地間を結ぶ公共交通空白地有償運送のに、取り組んでいただける方向で、現在、10月の運行開始に向けた協議を進めていただいているところであります。この協議につきましては、小野議員、も参画、されておりまして、直近の協議状況につきましては、詳細に把握、されていると思いますが、現在、運賃、運行回数など、運行に係る基本的な事項の協議を進められていると、聞いているところでございまして、方針決定後、また市議会宛てに報告をさせていただければ、このように考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。現在、協議中ということですけれども、今後、有償運送がスタートする10月以降も含めて、訓田有償運送運営協議会との協議において、協議会、すなわち訓田区民に極力寄り添った形で、協議をしていただきたいというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。お伺いします。同意企画財政部長。運行後も、住民のニーズもお聞きしながら実施しております、したいと思います。すでに、運行しております、他地域の有償運送につきましても、その後も、引き続き、住民、寄り添った形で、協議等に、応対しているというところでございます。以上でございます。小野孝之さん。よろしくお願いします。次に、6月1日から200円タクシーの利用区間が訓田地域全域に拡大をされました。地域からの要望が実現していただいたということで、これについても評価をさせていただきます。これにより、訓田地区西側と東側との200円タクシーの相互乗り入れが可能となったのか、お伺いします。同意企画財政部長。対戦につきましては、今月1日より、起終点を天橋立駅から道の駅、京都宮津に短縮、通年で、運行したものを平日運行となりまして、
1日あたり6便または8便運航したものがですね、5便に減便となっているところであります。減便後のダイヤにつきましては、道の駅、海の京都宮津からタイへの最終便が13時発と、これまでよりも早くなることになります。地域の皆さんにご不便となることが想定されたところであります。こうしたことから、本年、10月の、大戦廃止のタイミングで本田地区全域に拡大を検討しておりました200円タクシーにつきまして、前倒しで6月1日から本田地区全域の拡大を実施しまして、本田駅と大戦の沿線である対八原地の各地区の各地区を200円タクシーで結ぶこととしたところでございます。この結果ですね、議員お尋ねの本田地区西側東側双方の乗り合いも可能となったというところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、確認ですけれども、200円タクシーのこの利用区間が本田地域全域に拡大されたことによって、本田地区内であればどこで乗っても良いし、どこで降りても良いというふうに理解してよろしいですか。お伺いします。土井企画財政部長。はい、議員、の、指摘の通り、本田地区内、条項は可能となっているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。それからですね、例えばその宮津からタクシーで本田地区東側の自宅に帰る場合に、本田トンネルで降りたところで宮津からのその実費ですね、タクシー料金の実費を払って精算して、一旦精算して、そして、その後同じタクシーで200円タクシーを使って、自宅に帰るということは可能でしょうか。お伺いします。土井企画財政部長。はい、その他、宮津市街地から、タクシーそのまま、組んだエリアに入って、そこから200円タクシーと、宮津市エリアから、組んだ地区の間は通常運賃、そこから200円タクシー、そういった運行も、逆もですけども可能でございます。以上でございます。小野孝之さん。はい。次に、バス路線の大線が廃止となる今年10月以降、椎崎、端地区の区民はバスが利用できなくなりますけれども、この代替コースをどのように考えておられるのかお伺いします。土井企画財政部長。はい、大線の廃止に伴いまして、椎崎地区等につきましては路線バスが運行しないこととなりますが、タクシーの運行エリアということがありますので、タクシーをご利用いただきたいと考えているところでございます。地域の方からですね、大戦にかかります代替交通に対して申し出があるようでありましたら、地域内の、共助の取り組みでお願いしたいと、このように考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。次に、本田駅の跨線橋を利用しづらい区民のために、駅ホームの西側でも200円タクシーの乗降をできるようにするべきと考えますけれども、見解をお伺いします。土井企画財政部長。はい、本田駅の西側ですね、国道側の方かもいますけれども、改札がないということでございまして、京都丹後鉄道に確認しましたところ、ホームへの出入口ができないということでございました。跨線橋を利用しづらいという地域の皆さん、宮津行き、西前鶴行きとも跨線橋を利用せずに、乗れる駅の、改札の側ですね、東側ですか、方面の入線を希望されているというのはこちらも承知しておるでございます。今後も駅側のホームに入線につきまして、京都丹後鉄道の方に申し入れをまた引き続き行っていきたいと、そのように考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、例えばその舞鶴の方から帰ってきたときに、跨線橋を渡らないと改札口を出れないということがありますのでね、これはしっかりちょっと早期に実現するようお願いをしておきたいというふうに思います。次に、6月からバス路線の大線の便が5便に減少
をしたことによって、宮津から帯域の夕方の便がなくなりました。これの代替交通が確保されるべきと考えますが、いかがでしょうか。お伺いします。同意企画財政部長。はい、ちょっと先ほどの、答弁ありましたけども、させていただきましたけど、本年あの10月の大戦の、廃止のタイミングで、神田地区、全域に拡大を検討しておりました200円タクシーをですね、前倒しで6月1日から実施して、神田駅と、大戦沿線の対は、知事の各地域を200円タクシーで結んでおるということでございます。鉄道と200円タクシーを利用いただくことで、宮津から台方面の交通手段は確保できていると考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、次に、神田地区から宮津地区への移動は200円タクシーを利用した場合、交通結節点である神田駅や岸で乗り換えなければなりません。近い将来、神田地区の区民から直接宮津地区への移動手段を確保してほしいとの強い要望が上がった場合に、それを保障する地域公共交通の確保は可能となるのかお伺いします。同意企画財政部長。はい、公共交通の、空白地有償運送の開始、また運行ルートの変更、運行ルート等の変更につきましては、鉄道やタクシーを含めました市全体のですね、公共交通の体系、市内、また他地区ですね、そことのバランスも十分に考慮する必要があるということでございます。またこういったことを議論します、宮津市地域公共交通会議においても協議をさせていただきたいということになりますので、議をさせていただくことになります。以上でございます。小野孝之さん。はい、やっぱりこれは強い要望としてやっぱりありますので、ぜひ実現に向けてお願いしたいと思います。それで由良地区からは有償運送を利用した場合、宮津まで片道300円で行けることになっております。しかし神田地区の場合、200円タクシーを利用し、神田駅から鉄道に乗り換えて宮津まで行った場合には計400円かかることになります。知事から有償運送車に乗り換えて宮津まで行った場合も、今の予定では同じように400円かかるということになります。由良地区からよりも宮津までの距離が短い神田地区の方が利用料金が高くなるということになりますが、この点についてはどのような認識を持っておられますか。お願いします。同意企画財政部長。はい、今現在の、由良地区、また神田地区の、交通結節点までの基本的に既存の路線が廃止になったことに伴います。代替措置として、由良地区でしたら、こちらまで、市街地までの、ルートを結ばれるということ、でございますけども、あくまでも交通結節点までの、代替措置が一番メインの、主要な観点でございます。今後、神田地区でも有償運送を検討されます。その中で、運行後の、どうされるか今また地域の中でお話しいただきまして、こちらもその際どうし、協議には応じていきたいと、そのように考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、次に、市民は憲法で保障された交通権、移動する権利を有しています。また交通政策基本法において、地方公共団体は市民の交通権を保障する責務を有すると規定しています。こうした規定に基づき、市民がより利用しやすい地域公共交通になるよう、今後改善すべきところは改善していくべきと考えますけれども、見解をお伺いします。同意企画財政部長。はい、交通政策基本法におきましては、地方公共団体の責務としまして、地方公共団体は基本理念にのっとって、交通に関し国と適切な役割分担を踏まえて、その地域、地方公共団体の区域を自然的、経済的、社会的、諸条件に応じた施策を、制定し、および、実施する責務を有すると定められているところでございます。本市にいたしましても、この法の基本理念に基づきまして、鉄道やバスへの支援を実施しているほか、路線バスの再編、代替策であります地域の皆様による公共交通、空白地、有償運送の立ち上げ支援、また
運営の支援、訓田地区への200円タクシーの実施などを行っているところでございます。この運用につきましては、利用者のニーズもお聞きしながら、また市全体の公共交通のバランスも考慮しながら、宮津市地域公共交通会議での協議も踏まえまして、改善できるところは改善をさせていただいているというところでございます。今後につきましても、市全体の公共交通のバランスが崩れないよう、各、公共交通が連携した上で、必要な改善が行われるものと考えていると、考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい。先ほどから私、いろいろ申し上げたんですけど、交通権ですね、これについてどのような認識を持っておられるのか、そもそも論で、恐縮ですけど、よろしくお願いします。土井企画財政部長。はい、交通権に関しましては、国が一定の指針を示しておりますけれども、現代社会におきまして、権利として交通権としての要望が、されておりまして、ただ一方で、地域それぞれで、地理的、条件と諸条件違うので、住民の、要求を取り入れる中で、生活の質を高める、具体的な、交通権の保障は、地域公共交通会議、そういったものを踏まえまして、地域で考えていくと、そのように考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。愛知大学の地域政策学センターの蟹則夫研究員は月刊誌、住民と自治の中で交通の本質と意義を踏まえた地域交通政策の理念について、交通は人間の交流を促す人権、交通権であることを理念の中心に据える必要があります。交通権とは憲法22条の居住、移転及び職業選択の自由、第25条の生存権、第13条の幸福追求権、第14条の平等権など関連する人権を集合した新しい人権です。交通権が保障された地域は、誰もがいつでもどこでも安全で安心できる豊かな交通を享受できる地域社会です。交通は町づくりの土台であるという考えも重要です。長野県木曽町の町づくりの理念は、公共交通をしっかり整備すれば、医療、福祉、教育、観光、商工業など地域全体の暮らしやすさが大幅にアップするし、公共交通は町づくりの土台であるという理念です。木曽町の初代町長田中克美さんは、山村に人が住んでいなければ国土は守れない、そこに住む人の生活を守る命の交通網という木曽町生活交通システムを作り上げましたと述べておられます。また交通権を保障する地域交通政策の実現に向けてとして、人口減少、高齢化社会で一番大切なことは、安心した暮らしを国や自治体が責任を持って保障することです。人口減少、高齢化社会における地域公共交通は、憲法を理念とした安全で安心できる地域社会を目指す交通権が保障される法制度を確立し、循環型の地域経済を地方自治の本質を生かし、共同で持続可能な地域社会を目指す政策です。交通は衣食住とともに人間社会を支え、持続可能な地域社会を創造します。交通は人間社会を豊かにし、文化を育みます。交通の本質は人間の交流です。交通は人権です。地域住民の参加と自治、地域が一体となった共同で、交通権を保障した地域交通が実現する地域社会を作り上げましょうと述べておられます。交通権は人権です。交通は衣食住とともに人間が生きていく上で必要不可欠なものです。そして交通は街づくりの土台です。こうした観点から地域公共交通の一層の拡充を要請したいと思います。以上申し上げまして、訓田地区における訓田地区における地域公共交通についての質問を終わります。次に特別障害者手当について質問します。公的手当制度や公的手当制度であまり知られていない制度として、特別障害者手当の制度があります。私がたまたまこの制度を知っていましたので、知り合いに紹介したところ、その知り合いが申請し受給できるようになり、喜んでいただいております。
制度を知らなかったために受給できなかったということにならないよう、制度の周知徹底を必要と考え、周知徹底が必要と考えます。その立場で質問します。はじめに、特別障害者手当の概要と直近の受給者数をお伺いします。辻村健康福祉部長。はい、まず特別障害者手当の概要についてでございます。特別障害者手当につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第1条の規定によりまして、精神または身体に著しく重度の障害を有する者へ手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的といたしております。で、支給対象でございますけれども、障害者手帳の有無というのは関係ありませんでして、身体または精神の重度障害が2つ以上の重複をし、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度の障害を抱えておられる方、こういった方が対象になるものでございます。それから受給者数でございますけれども、令和6年5月末現在の受給者数は20人でございます。小野孝之さん。この特別障害者手当ですけど、公的障害年金との併給は可能でしょうか。お願いします。辻村健康福祉部長。可能というふうに認識をいたしております。小野孝之さん。次に、要介護4と5の在宅者の人数はそれぞれいくらでしょうか。合計人数はいくらかお伺いします。辻村健康福祉部長。はい、令和6年3月末時点での在宅者の方で、要介護4の方は101人、要介護5の方は56人、合計で157人でございます。小野孝之さん。この特別障害者手当ですけれども、要介護4、またはその5の在宅者で受給の可能性があるというふうに言われております。要介護4、または5の在宅者の合計が今、答弁ありましたように157人ということですけど、他方、手当の受給差は20人ということで、まあ、かなりその差があるわけです。もちろんこの差の人がすべて受給できるということにはならないわけですけれども。この要介護4または5の在宅者で受給要件を満たしていても受給できないケースがあるのではないかというふうに考えますけれども、見解をお伺いします。辻村健康福祉部長。はい、今議員もお触れいただきましたけれども、要介護4もしくはまあ5の方がすべて受給できるというものではございません。そういった方でも体の状況というのはお一人お一人違っておりますということと、まず受給条件として1点目でお答えいたしましたけれども、重度の障害を2つ以上重複して持っておられる方というのが対象になるということでございます。したがいまして、もしご自身というかご家族も含めてですけれども、私が対象になるかどうかという部分につきましては、市の社会福祉課の方が窓口となっておりますので、お問い合わせをいただければというふうに思います。以上です。小野孝之さん。次に、特別障害者手当制度の周知はどのような方法で、行っておられますか。お伺いします。辻村健康福祉部長。はい、まずこれまでからということでございますけれども、市のホームページ、それから広報誌への掲載、広報誌につきましては直近では昨年の12月号に掲載をいたしております。および、障害者手帳の交付時に障害者福祉の手引きを用いました制度説明によりまして周知を図っているところでございます。で、さらに今後ということでございます。ちょっとお触れになられております、その要介護4、5の在宅の方、特にそういった方につきましては、主に介護保険制度等をご利用されている方が多いのではないかというふうに使用いたします。そうした中で現在、作成中の介護保険制度のガイドブック、これを夏頃に各配布によりまして、配布を予定をいたしております。でその中に特別障害者手当制度のチラシも挟ましていただきまして、制度のさらなる周知を図ってまいりたいと考えております。小野孝之さん。はい、ぜひですね、この介護保険サイドからの周知徹底ですね、これをお願いしておきたいと思いますけれども、とりわけその介護保険の窓口とあるいはケアマネージャーを通じてですね、周知徹底を
も合わせて行っていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。辻村健康福祉部長。はい、まあ、お触れの通り、ケアマネージャー等がおうちにお伺いする機会も、まあ、ございますので、まあ、その折にその生徒説明の資料等も、まあ、お持ちもさせていただきながら周知させていただければというふうに考えております。小野孝之さん。はい、ぜひよろしくお願いしています。はじめに、まあ、申し上げましたように、制度を知らなかったために受給できなかったということにならないようにですね、しっかり制度の周知をしていただきたいということを要請をしておきたいと思います。以上申し上げ、一般質問を終わります。